皆さんこんにちは、ヘムチャンネルです。今回の動画はまたしてもエピックから素晴らしいニュースが舞い込んできました。この画像の通り来ましたよ。スノーボードチャンピオンクロエ・キムさん、フォートナイトアイコンシリーズに滑り込む。すごいな、これドラゴンのグライダーなんでしょうね。ちょっと見ていきましょう。何？スノーボーダーのクロエ・キムがログジャムのスロープを宙で舞うべくウォーミングアップ中。ログジャム？なんか関係するんかな。彼女のコスチュームとアクセサリーは日本時間3月27日日曜日、もうすぐやん、午前9時から発売予定。おお。そしてその前に3月24日、これは米国時間ですね、に開催されるクロエ・キムカップで夢を見つつ思いっきりプレイしようというわけですね。なるほど。3月24日米国時間ということは一緒か、おそらく3月24日の夕方ぐらいからこのクロエ・キムカップ始まるんでしょうね。そしてそこで、いい成績を残すとアイテムショップで発売されるより前にこのコスチュームクロエ・キムゲットすることできるんでしょうね。すごいイケてるな。はい、これが別スタイルっすね。金のドラゴンをあしらった黒いスノーウェア、これは彼女が2連続で金メダルを獲得したことにインスパイアされたデザイン。なるほど、すご。あ、まだある。ピンクポッピーズ、ピンクとブルーのスノーウェア、ウェアに合わせて髪の色も変わるぞ。おお、ほんまや、ツートンになってる。いいね、これも。で、まだあるIC インフュージョンリアクティブ、各マッチの開始時点ではピンクポッピーズのような見た目だが、撃破を重ねるごとに霊気をまとっていき、賭けのスタイルディープフリーズのように変化する。最終的にはもうカッチコチになるんかな。そしてアクセサリーですね、これバックアクセサリー、サブゼロフライト。おお、かっこいいな。これも凍ってる。ツルハシフローズンフラーリッシュ、ライバルを凍りつかせてしまおう。これ振ったらライバル敵凍るんかな。それはすごいな。これなんか手にまとう感じなんかな、もしかしたら。手にまとってなんかシュパシュパ切るような感じのやつなんかな。ぐらいだきましたよ。ムンボーラ、氷結の山脈の守護者、かっこいいこれ人気出そう。あ、そしてエモート、スノーボードのデザインちょっと見てみますか。4秒。かわいい。どういうこと、どういうこと。スタイル変わってるけど、まあまあまあ、これはちょっとあれやね、演出。まあちょっとここで飛んでから、決めポーズっていうエモートでしょうね。これはいいね。なんかいい感じのスクショ撮れそう。そしてこのコスチューム、ツルハシ、グライダー、エモートは個別で購入することもできるし、あとはバンドルでまとめて購入することも可能。このバンドルには、あ、バンドル買ったらこのロード画面かっこいいのついてくると。なるほど、これは欲しい。バンドルやね、バンドル買おう。そしてさっきも言った通り、米国時間3月24日木曜日に開催される、クロエ・キムカップで金メダルを目指せ。そっか、このデュオトーナメント、デュオですね。デュオトーナメントでいい成績残したら、コスチューム、クロエ・キムとバックアクセサリーのサブゼロフライトがもらえるわけですね。そして最低でも8ポイントを獲得した全てのプレイヤーはロード画面。ムンボラのフライト、これか。これもらえるってわけなんですね。あ、すごいな。これは価値ありますね。なので時間合う方は絶対行った方がいいと思いますね、これ。はい。というクロエ・キム選手のコスチュームが出ましたよっていう紹介でした。腕に自信のある方は3月24日、おそらく3月24日日本時間ですね、に開催されるクロエ・キムカップでいい成績残したら先行でもらえるんで、皆さんちょっとやってみてください。まあ僕とかやったらね、腕に全然自信ないんで、お金かけて大人の力でバンドル買いたいと思ってます。説明は以上です。この動画が参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録、概要欄にある各 SNS のフォロー、もしよかったらクリエイターサポート、HEMCH をよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。